で、測り持ってきてよ。小麦餅の作り方です。この小麦餅は奈良の名産でございます。皆さんご存知でない方が多いと思いますので、今日はここでご披露いたします。お買い求めの方は夏限定の商品ですので、亜美ちゃん宅へ私がお取り次ぎいたします。ちょっと間を抜かしていただきますけど、ご了承ください。その代わり30円この人通したら高なります。高なんの？部活が終わったので、これにお茶を入れてください。いやすいません。いやすいません。いや、全然ね。あ、それ、あ、知ってるわ、それ開け方。家にあるから。開けさせてもらいましたか。だから、よそ行くとき、柿の葉寿司お土産持って行って、っとうん、お寿司にいただいて。ポチャありましたか。話題になる。話題になる。高手行って生しなくて、こういうの話題になる。あら、いっぱい持ってきたんやね、あんた。でもこれね、助けかけでしょ。先生、あれ助けかけってどうしてもあるの？早いこと市販なかっこいいやね。行ってからまずはこれってでも先生、持って行ったら硬くなるんじゃない？せやけど、もう1日は大丈夫やで、お餅やから。口に加えちゃうけど、夏限定だからさ、夏ってあったかいから、これ何も入ってへんの。あれ誰か先生、たすきがけ教えてあげてください。あ、たすきがけ、よくほら、あれどうして笑うんですか。かっこよくしてるじゃないですか。うちに承知とか、これこうするやんか、このこうすんねん、こうして、こうして、はい、次はたすきかけの練習です。ちょっと待ってね。小麦餅を持ってきた亜美ちゃんです。ほんでここ噛んで貼るんですけど、噛んでもいいし、ほんでこれをこうするやろ、こここうこうするやろ。大変ですね、ご苦労さんです。私は口だけの女です。はい。